赤星です。どうも、もう返せません赤崎です。振り仕切る雨がやそうです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、さあ今回ラーメン泰山富士本店ということで、泰山と呼ぶ泰山です。静岡県富士市まで、はい、行ってまいりました、はい、東海道本線富士駅から徒歩一応30分ということで、車をおすすめいたします。なるほど。なんとこちらの店舗は旧ラーメン二郎町田店の店主さんが、うん、こちらを閉めて泰山を作ったという。今町田店ないもんね。もうないですから。でまあこういったようにね、メニューが非常に豊富でございまして、はい、二郎系以外も食べられるという。なるほど。店舗ですね。で泰麺というのが、うん、こちらの二郎系の商品でして、うん、もう一つございます、 FO 富士オリジナル、はいはい、これがエビ風味の二郎系なんです。なるほど。まあ、今回は初めてということで泰麺を選択してるぞい。いいね。で太麺と細麺選択できるんだけども、やはり太麺を選んでいただきたい、うん、後ほどご紹介しますけども、これが町田店との比較でございます、はいはい、ね、豚の切り方とか油の細かさがね、そのままちょっと受け継がれてるんですよ。なるほど。結構似てるよね、この豚の。そうだね、角度、うん、角度というか角度、切り込みのね、まあそして最初はね、ちょっとスープからいってみましょう。やれや、甘みのある非乳化スープでございまして、うん、マイルドですっきりしてゴクゴクいけますよというね。なるほど。すっきりしてんだけどコクもあるということで、うん、非常に美味しいですね。さあそして、一番上の野菜から、あー一番美味しいとこなんだこれが本当に流浄タイプの細かい油がいっぱい乗ってるんでね、醤油かけてうめと甘みを帯びたサクサクサクがねーということで、絵文字が、ヤギ絵文字が、はい、来ましたね。面白ポイント。アフタースープも忘れないぞという。アフタースープ、アフタースープ忘れません。ね。忘れません。忘れませんよ、僕は。野菜食った後に一口飲むというね。それがアフタースープ。アフタースープです。はい。知らなかったな。僕が生み出しました、今。ね、そして、あ、豚、もう見てください、このプルンプルン加減、とね、やっていきますけども。まあ、もちろんのごとく、超とろけ豚なんですよ。なんですが、こちらの、豚、うん、その2、うん、ね、やはり柔らかいかと思ったら肩豚なんですよ。なるほど、うん、どちらも入ってる。基本的にはね、どっちも中までタレが染み込んでいるんで、しょっぱくて美味しいですよ。なるほど。ねえ、そしてああああっうっうっぶっと、いや、太すぎるな。すごいでしょこれ。いや、すごい。これはうどんじゃないのこれ。いや、うどんじゃないんですよ。もうああ、びっくりしちゃった。もうこれがね、やっぱハスミでもこれ体験したんだけども、本場はやっぱりもうギガ太麺ということで、太いね。いやー、びっくり、硬い。あー、すげえな、これ。太い上に硬い、硬い、もう、はい、でね、すぐ今回はニンニクで味変していくんだけども、うん、麺極太なんだけど、うん、量そんなにね、ないんで、はいはいはい、なくなっちゃうんで早めにもう味変していく。なるほどね。で、まあ野菜とかと一緒に食っていくの、細かい油と粒ニンニク、これがギュッとしたものを口の中がガッと広がっていくんでね、うん、ギュッとしたものがガッと広がっていくんでね、非常に濃縮で、気温多いな、トシさん、トシさんだ、トシさんとしてね、黒胡椒のね、ゴリゴリタイプもかけていきますけども、はい、まあそれだけじゃございません、はい、この前あげた白ごまなんてのもやっぱり、あら、白ごま、はい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 、はい、こちらでね、またセサミンを呼吸していくわけですけども、ね、雰囲気サラッサラ、いや、サラッサラになりますけどね、顔がちょっともう、楽園にいるかのようなニコッとした顔になっちゃいます。楽園にいる顔、楽園にいる顔、あ、そしておなじみの卓上誰なんですが、はい、いやいや、ちょっと試しにね、行ってみたら、これね、卓上誰なのか、普通の醤油、醤油なのかもしれないと思って、一回食べてみてね。そう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 、うん、どっちだったのかなと分かんない。分かんなかった。さらに辛めにはなったぞ。まあまあまあ、それはね、いや、丼とかね、その他のちっちゃいこう器の食事とかもあるから、うん、はい、醤油を普通に置いてるかもしれない。なるほど。ということで最後の一口もいただきまして、はい、バシッとごちそうさま。会釈してましたね。さあ、ね、ステータスを見ていきましょう、はい、こちらでございますが、やっぱり太さは98ということで、うん、すごい、86.5 というわけですけど、はいはい、マシマシがね、うん、ちょっとどっちなんだかちょっと分かんなかったよ。どういうこと？店員さんがね、ちょっとこうややお年を召した女性の店員さんだったんで、はいはい、マシマシって3、4回言ったんだけど、はい、マシね、マシね、マシなんだねっていうのを言ってくれたんで、とってもとっても一個分かんなかったです。なるほど。なんかはいは1回でいいみたいなの言うのだった。
マジで何回も言うなと。いや、マシマシね、マシね、はいはいはい、マシね、うん、なるほどなるほど、マシマシ、まあ通ってたのかどうかわからないです。なるほど。まあ一応今回は富士市って言いました。あと残すは登戸店の蓮見のみ。なるほど。ということでね、はいはいはい、僕幼稚園まで住んでます。あ、そっか。こちらのじゃあここら辺で終わりましょう。なるほどね。というわけで次はどこへ行くのかな。はい、ごちそうさんでした。はい、ありがとうございました。しょー、はい。